様にいただきました。ありがとうございます。オリコンニュースをご覧の皆さん、伊藤健太郎です。山城里奈です。悲しい部分はないし、はい、僕のこう育ってきた環境とか場所とかでは春日みたいなことは多分こう重なることがないような感じだったんで、ただ春日がなぜそうなったのかはすごく分かるというか、自分当時の14、15の時の自分がこうなってるっていうことなんだろうなっていうか、自分がその時になってた姿と春日のこのなってしまった姿、スタートラインは一緒だと思うんですけど、そのこう行く枝分かれが違っただけで、だからそこでの理解はできましたかね。素晴らしかったんですよ、とにかく中村が山城ティナーが演じた中村が本当に素晴らしくて、見てもらえば分かると思うんですけど、最初のキャスティングで玉城ティナーが中村沢を演じるっていうのを聞いた時に何の不安もなくて、絶対いけるだろうなっていうのがあったので、まあ、一番そこが気になってたので、誰がやるんだろうっていうのが、あ、そこがクリアされたってことは、まあこの作品は間違いないなっていうのは思いましたね。まあ一応読みましたけど、どのシーンがどんなんだったかとかってあんま覚えてないぐらい、さーって読んだぐらいだったんで、何も考えてなかったというか、別に僕が考えてなくてもそこはね、監督だったりとか考えてたと思うので、僕はとにかく健太郎の演じた春日っていうのを作り上げなきゃいけないと思ったので、そこに一番意識してたというか、ね、僕はそのまあちょっと引っ張られやすいのもあるので、なんかこう見てるとなんかそっちに寄ってきそうになってしまうので、だからあえて見ないっていうのもあるんですけど、だからそれでもしやってしまったら別にアニメでいいんじゃないですか、漫画をそのままやるのであれば。せっかくね、人間が演じるんだから、そこはまた絶対漫画を飛び越えられる部分っていうのは絶対あるし、僕ら役者で生身の人間が演じることで、そこをすごく意識したので、まあ原作ファンの方がいろいろね、思われることはもちろんあると思うし、逆にね、自分が好きな漫画が実写されたって思された時に思うこともやっぱあるし、すごいその気持ちはすごい理解してるんですけど、ただ忘れないでほしいのは、僕らがそうやってやってるのは漫画へのこのリスペクト込みでやってることなので、漫画ありきでの実写化だなっていうのはあるから、リスペクトを込めて実写化させていただいてるので、それはなんか分かっておいてほしいなというふうに思います。ないと思いますけど、実際に女子の大好きな展開とかそれであります。生まれるんだ。何歳でブルマを。そうでしょ。本当ですか。ブルマ世代じゃない。ざわざわし始めて向こう。NG。そうないですないです。でも俺そんなやっぱ本当なくて。あ、ないです。男とばっか一緒にいたんで、すごいこうリスペクトを込めてるんですけど、僕はそれを初めて見た時に、このこいつの才能半端じゃねえって思ったっていうのがあって、中学の時かな。割と一人でいつもいる女の子がいて、でその子はなんか結構まあいじられたりするようなタイプの子で、その子が最初女子たちに囲まれてたんですよ。いじめられてんのかなと思って、あ、何をどうなってんだって、もう最初何も知らなかったんですけど、その子が本当にその感動小説を書き始めたと。最初はもうみんな、ね、変だよみたいな、やめなみたいな感じでわーってなってて、で俺読んだんですよ。それを男たちが、そしたらすごいんですよ、内容が、なんつうんですか、才能、作品として素晴らしい官能小説が書かれてて、で最初こういじってた女たちもだんだんもうすごいこう才能みたいになって、みんなが最後そいつをなんかもうリスペクトし始めるっていうお話でした。すごくこの物語が大事なアイテムだと思うんですけど、ちょっと変態チックな描写のシーンの時とかは特に監督がもう、ランランキラキラしてましたね。でも絶対大事だと思うんですよ、そこがなんかちゃんと変態性をなんだろう置いて描かれてないと悪の花は多分成立しなかったと思うので、あそこあんなにこう力を入れて撮ってくれたのは
絶対後々響いてくることなんだろうなと思いながら何回もやりました。この作品を見て救われる人はいるんじゃないかなっていうか、救われてほしいっていう気持ちもすごくあって、っていうのも特に、まあ、思春期の子たちが見た時に、別に何も感じなくてもいいと思うんですけど、なんかこう、なんだろう、重なる部分があってくれたらいいなと思うし、あともっと言うと、そういう思春期を子供に持つ親御さんたちとかが見た時にちょっと理解してあげてほしいなというか、思春期ってこういうこともあるなというか、なんかまあ行く方向が違っただけで、うちの息子はこっち行ったけどこういうことなのかなみたいなヒントになればいいなと思うし、なんかいろいろいろんな世代の人が見ていろんな捉え方をしてもらえたら嬉しいかなと思います。